4日までの1週間に国内で新たに確認された新型コロナの変異ウイルスの感染者は461人だったと厚生労働省が発表しました。厚労省によりますと、461のうちほとんどが感染力の強いイギリス型のウイルスに感染していました。前の週と比べると208人減っています。都道府県別では京都府が最も多く78人で、次いで千葉県が56人でした。これまでに変異ウイルスの感染が確認されたのは45の都道府県で3010人となりました。